ばんは、カツ丼です。今日は2022年の、2月26ですねの夜ね、10時回ろうとするところですね。ちょっとね、麦茶で乾杯。ちょっとね、夜の深夜の、雰囲気を演出してますけど、大丈夫、暗すぎて怖くないと雰囲気もうあの部屋の台所の電気も消してるし、もうここの机の電気だけでやってるんだけど、自撮り棒使い使いながらね、ちょっとこう、いろいろね、今後の動画の方針とかさ、いろいろ視聴者の方々にいろいろアドバイスいただいて、なかなかね、自分だけではやっぱり到底思いつかなかったこととかもいろいろね言っていただいて、本当にためになりましたね。本当にアドバイスありがとうございます。やっぱね、YouTube 視聴者さんとしての立場で、いろんなね、ショート動画のね、案とかさ、いろいろ作業しながら聞けるような、こうね、用途とか、あとその、あれだな、投稿時間のね、もうちょっと早くした方がいいね、夕食食べるときに見てるから、7時とかに、ね、7時とか前後で投稿した方がいいんじゃないかとか、そういうね、いろいろね、アドバイスいただきましてね、なるほどなって感じで、いろいろね、ちょっと模索して、改善していきたいですね。で、今後、その動画のね、投稿本数が多すぎたのかな、ちょっと、いろいろちょっと俺も模索、探りながらやっててさ、視聴者の方にさ、長い動画、作業用で、寝ながら聞いてるからありがたいっていう風なコメントも結構いっぱいいただいて、俺も嬉しくなっちゃって、長い動画嬉しいってね言ってくれるの本当嬉しいの。なんでかっていうと、俺前活動してた時、3期とかいろいろ自分語りで動画アップしてたじゃないですか、13分の動画とか。なんで決まって動画長いよって言われてたんですよ。長いよ、話が長いみたいな感じでずっと言われてて、で、俺の話なんて本当は誰も求めてないのかなっていう、いっぱいそういう無力感っていうか、寂しさっていうか、センチな気分っていうのは、あって、だからあんまりね、長い動画作るべきじゃないのかなっていう気持ちがあって、なんだけど、でも今回ね、第4期では、長い動画嬉しいっていうふうに結構言ってもらって、全然もう、真逆になってってさ、で、すごく嬉しくなっちゃってね、25分とか、さすがに長すぎたかな。メリハリ、区別、9時、今のところ9時にやってるメイン動画は、10分前後、できれば10分以内の、メリハリのついた、動画にしたいなと思ってるけど、それと合わせて、毎日、今のところ毎日、この24時、1日終わりの24時に、深夜の動画、サティのジムのペティのさ、この雰囲気結構俺好きでさ、落ち着くしさ、みんなも落ち着くって言ってくれて嬉しいしさ、ちょっと暗すぎて怖くない、ホラーっぽい、ちょっと光の当たり加減とかホラーっぽい そういう感じで語りといろいろね、時事ネタとかもさ、いろいろあれこれ話していければいいと思うし、俺が考えてるこう考え方とかさ、悩みとかさ、目指していきたいビジョンとか、いろんなことを考えて、つれづれなるままに語れればいいかなっていうね感じの動画を、夜の深夜動画毎日24時投稿でやっていきたいなっていう感じでなりましたね。深夜動画は結構尺長く、20分とかもしかしたら30分とかになる、言っても20分ぐらいにしようかなと思ったけど、まったりね聞いてもらえば、作業用として、あと寝ながらとか、お風呂入りながらとか、飯食べながらとか、そういう感じで、別にその動画映像見なくても、ちゃんと声だけで完結できる内容は深夜動画としてやっていきたいですね。自撮り棒いいね、これね、やっぱね、便利ですね。ありがとうございます。でね、その他にもいろんなね、今後のね、チャンネルとしての方針、いろいろありますよね。なるほどなって、いろいろこう、俺も、なかなか考えなきゃいけないなっていうね、感じで、
まあ、言ってしまえば、これもやっぱ俺今やってる活動で、まあね、この前も言ったけど、自営業で、まあ、一種の、まあまあ、ビジネスだもんね。ビジネス。まあ、あんまり俺は個人的にビジネス職、あんま強くしてね、行きたくないけど、やっぱり今どうしてもビジネスね。まあ、ビジネスもね、やっぱね、こう別に悪いものでもないし。でも俺はちょっと思ったのが、わかんないけど、仮に、まあ、YouTube 活動、YouTuber を、その、ビジネスマン、まあ、ビジネス職の強いビジネスマンか、それともそのビジネスっていう収益っていうよりは自分の生き方とかをこうただ表現していきたいっていう、その表現者、まあ、かっこいい言い方をすれば芸術家とかアーティストっていう、そういう感じ、ビジネスマンかその表現者、まあ、俺はなんかちょっと芸術家って名乗るのはちょっとなんかおこがましいので、俺は表現者、まあ、セルフエクスプレッションですから、まあ、表現者、まあ、っていう言い方してさせてもらうけど、ビジネスマンか、表現者かって言った時、俺ってやっぱりどちらかというとやっぱ表現者を選んでいきたいなっていう気持ちなんですよね。まあ、ビジネスマンタイプはやっぱりあの YouTuber のヒカルさん、うん、が結構やっぱりもう分かりやすい例だと思うけど、本当にもうビジネスにこう本当にこう特化して、まあね、時にはなんかこういろいろ批判されるようなこともこう臆せずにこうね、いろいろこうビジネスチャンスと捉えて数字をね、もうとにかく数字を狙っていく、うん、数字をこうね、獲得していくっていう、もう本当に一貫のビジネス、うん、で俺はなんかやっぱ自分のなんか自己診断として、俺はやっぱそっち系じゃないと思うんだよね俺、うん、まあ、正直お金も欲しいし、まあ、豊かなね、こう金銭的にすごい豊かになりたいって気持ちも正直そういう野心もあるんだけど、どっちかちょっとやっぱどこまで行っても俺はなんか表現者としてね、うん、行きたいなっていうなんかこう感覚はあるんですよね。まあビジネスマンと表現者ってこう大きく分けることができるならばで時にはビジネスマインドも必要になってくるかもしれないし、だけどなんかこう根幹としてその一本ポーンと自分の中にこうポーンとこう筋を立てて、それがね未来のビジョンに向かっていく筋をポンと立てるのならば、俺はやっぱりこうビジネスマンというよりは表現者としてやっていきたいですね。うん、それがなんかすごい喜びっていうかね、俺自身のなんかまあちょっとスピリチュアル的な言い方すれば魂からの喜びっていうかね、うん、そういう感じがして、でそのまあ芸術家表現者っていうのはさ、その目的な、あ、まあじゃあビジネスマンの目的って何かというと、活動の目的って何かというと利益だよね。ビジネスの目的って利益だもんね。利益を出すこと別にその悪いも悪いもなく、うん、純粋に利益を出すこと、それがビジネスの目的で、じゃあその芸術家アーティスト表現者の目的何なのか、何を目的にやってるのかって言ったら、なんだそのやっぱり伝えることなのかなって、自分の内にあるそのいろんな思いとか世界を人々にこう自分の方作品を通してこう伝えていくこと、伝えることがもうそれ自体が目的なのかなっていうふうには考えるんですよね。まあ、いろんな考え方あるかもしれないけど、まあ、俺が今現時点で思うのはそういう感じで、まあ、ビジネスマンは利益が目的、表現者は伝えることが目的、なんかどっちかというと俺やっぱりまあその表現者として伝えたい、まあ、希望を伝えたいっていう風に言ってるし、それが俺の、まあ、やっぱり根源的な喜びだと思うし、目的だと思うし、まあ、その俺の人生を通して その目的としてやっぱ希望を伝えることっていう風にやっていきたいと思ってるから、うん、まあ、ちょっとね話長くなっちゃったけど繰り返しになるけど、やっぱ俺はビジネスマンというよりはやっぱりこう表現者より入れていきたいなと思って、でそう考えた時に、なんだろうな、まあ、新規視聴者さんの獲得っていうのはこう一つのこうまあテーマだと思うんだけど、どうなんだろうな、まあそれももちろんやっぱり大切だと思うんだけど、なんか俺としてはなんかやっぱりこう新しいそのなんていうの、今の状態でもっと新しい新規視聴者さんを獲得していくためにもっともっといろいろ策を練っていくっていう感じでもないんだよね。正直、うん、まあ数字欲しいってなんか数字がなんか下がってきてるなってこう言っときながらあれなんだけど、そうじゃなくてやっぱ今現状で俺のこうチャンネルを見ていろんなねこうことを感じてくれて賛同してくれて応援してくれてコメントしてくれて
ね、こうそういう応援してくれるメッセージをして伝えてくれる方がやっぱ今ね、いらっしゃって、まあその現状のそういうなんかコミュニティ、まあコミュニティっていうかな、今もう今すでにできているそのコミュニティを俺はそのそこにすなんかこうすごい注目していって、そこでね、まあより豊かなこうものを生み出していきたいっていうか、でその新規獲得、目を外に向けるか内に向けるかってこう分けて考えた時に、どっちかというと俺はその新規視聴者さんの獲得っていう目を外に向けていくっていうよりは、やっぱ今いてくれる俺のことを応援してくれる視聴者さんに、うちの世界 うちのその今出来上がってるコミュニティに対して、より俺はそのなんかこうまあ目を向けていきたいっていう、外っていうよりは内っていうか、だからその今このコミュニティをより豊かに、よりなんかこう創造的に、俺だけこう生き生きするだけではなくて、こうまあその活動チャンネルに携わってくれてる視聴者さん、いろんな人がまあその俺のことを使ってこうマット動画作ってくれたり、あのいろんなこうイラスト、面白いイラスト作ってくれたり、エゴサーチでツイッターで見てて俺発見して面白いんだけどなんかそういうね、それも一種のやっぱ一種のっていうか、もう普通に全然想像っていうかこう活動だしさ、視聴者さん一人一人がこう活動、まあ俺に携わっていただけることでその活動、それぞれ活動してるっていう、そういう俺だけじゃなくて視聴者さん一人一人がこうね、こうなんつうかな、こうバイブレーションというか、そのまあ活動的というかさ、まあいろいろそれぞれ皆さんの道でその表現活動を始めたりとか、まあそういういろんなね、こうまあ一人一人がこうか輝く星になっていくみたいな、そういう、それみんながなんかこう盛り上がって、俺だけじゃなくてみんながでなんかこうこのコミュニティ、コミュニティの中でね、っていう、そういう風になっていければいいなと思ってるから、じゃあその今ね、どっちかというと外に目を向けるより、今の現状のコミュニティをよりね、こうなんかこう創造的でこう幸せな感じでこうなんていうかな、こうまあその、こう豊かになっていける、そういう世界を作っていく。でそれを見た その新規視聴者さんが、それをその今あるコミュニティを見て、あなんか面白そうだなとか、なんかこう楽しそうだなとか、俺も入りたいなみたいな感じ、そういう風に思ってくれるようなそのなんかこうコミュニティを作っていく。だからその宣伝、外に向かって宣伝していくっていうより、もううちなるコミュニティの充実さを図って、それでまあ自然にね人が集まってきてくれるっていう流れで、まあそんな考え方はめえよっていう、そんなで数字取れねえよみたいな感じで怒られるかもしれないけど、まあなんかそういう俺のね、まあ時間はかかるかもしれないけど、ゆっくりずつしか増えていかないかもしれないけど、なんとなく俺はそういう感じなんですよね。まあちょっと話長くなっちゃったけど、だから新規視聴者さん獲得していくのも大事なんだけど、そういう外の方向にガッてこう俺はこうすごいアクティブにこうエネルギー向けていくっていう感じでもないんだよね。どっちかというと うちのね世界に、まあ、より充実を図っていきたいっていうかね、まあそういう感じの、まあ、考えではいますね今ね。でもやっぱりこういろんなね視聴者さんからいろんな立場でいろんな考え方でこう意見言っていただけるの本当に俺やっぱり考えさせられますし、引き続きねなんかいろいろまあご意見いただければありがたいと思います。ありがとうございます。はい、という感じでね、あとまあそのあれだな、ちょっと現実的な話だけど、その糖尿病のさ、なんか俺ちょっと糖尿病怖くなっちゃって、コメントで1日2日ぐらい前にその糖尿病まちぐらな感じもしてちょっと心配ですっていう風にコメントもらってて、ドキッとしてさ、でちょっとやっぱ怖いなって、俺もやっぱり炭水化物すげえ取ってるし、深夜もね結構食ってるし、最近だとここねちょっと1日2日でなんかね喉が異様に渇いて、なんか尿もいっぱい出るし、なんかこうすごい異様なこう疲労感があって、こう何も活動できないっていうのがあって、ちょっとなんかもしかしたらこれ糖尿病っぽいこう傾向出てんのかなって、症状出てんのかなとちょっと怖くなっちゃって、もうなったらね糖尿病になったらもう取り返しつかないから、
うん、で今日あとなんかホリエモンさんのなんかね糖尿病の扱ったなんかこうなんか映画でもなんかアベマ TV のなんか十何分の動画もちょっと今日見たんだけど、それもやっぱドキッとしちゃってさ怖いねやっぱね、うん、だからそういうやっぱり、ね、なんかね俺飯食ってる姿なんかすごい好きっていう風に言っていただいて本当に嬉しかったんだけど、やっぱりこうちょっと変わっていかなきゃダメかなと思って、うん、糖尿病対策しなきゃいけないかなと思いましたね。うん、でもやっぱりちょっと調べて、玄米とかの方がいいのかな、七分好きの白米とかの方がいいのかな、わかんないけど、まあ、あと雑穀入れて雑穀米にした方がいいかな、あとね、まあちょっと野菜中心のそういう感じでやったらいいかなと思いましたね。なんかちょっとやっぱりこう、ちょっと怖いなと思ってねまあそういう意味でもね、ちょっとこう運動しましたね、今日ね。あとまあそのね、まあ運動ね、ちょっとまあそのスポーツ積極的にこう取り組んでいければなってもう思いますね。やっぱり精神的にもいいしね、健康にもいいし、動画としてもなんかねいいテーマになるしね。うん、陸上のなんかこう社会人の大会とか出てるから面白いよね。まあちょっとジョギングから始めてみようかな、腰とか気をつけながらね。あとね、あとあれだ、あの来月から働く、うん、で、あのちょっとね、俺ちょっともそもそも遅くなっちゃったんだけど、あさって面接で、うん、ちょっと面接行ってくる、うん、で、まあ受かればいいんだけどね、うん、まあその週5ぐらいでね、1日6時間週5の1日、あと月120時間ぐらいか、まあそのぐらいはちょっと頑張って働いてみようかなって、ね、思ってますね。まあ、何の仕事かはねちょっと言えないのでね、うん、やっぱりこうまあね誰も迷惑かけたくないからこっち頑張ってまあ細々と働いて YouTube 活動でねやっていく、まあ、日本でやっていこうと思いますけど、うん、あと昨日あれだね、朝倉選手とメイウェザー選手の試合やってね、結構すごいいい試合でしたね。なんかこうもうね、朝倉ミクレク選手勝てるわけないとかね、いろいろ結構言われてたけど、なんかもうやっぱり割ともうアクティブにね、ミクル選手の方から結構攻めてて、うん、1ラウンド結構ね割ともなんかメイウェザー、まあ素人目に見たら結構朝倉未来選手が結構ガンガン押してるみたいな感じ、でも2ラウンド目でねやっぱねメイウェザーもやっぱこうスイッチ入ったのかな、やっぱりすごいんだろうね本当に、うん、もうあの人のすごメイウェザー選手のすごさっていうのをなんかちょっと動画でいろいろ見たけど、本当にすごい人なんだってね、50戦無敗だっけか、うん、まあ、とんでもない人っちゅうね、うん、そういう感じ。まあでもあのすごいアクティブで、あのダイジェスト的なね、動画しか見れなかったけど、すごくいい試合だったなと思いますね。俺どっちかというと総合格闘技プライド、総合格闘技好きだったんだけど、まあ、ボクシングはボクシングでやっぱねこうその高度な技術の駆け引きとかも、やっぱり見応えあるんだろうと思いますね。あとあれだね、この花束を落とすあれ、あのごぼうの塔の、なんだっけ、名前忘れちゃったけど、その投手の花束、あれはちょっとね、ものすごいあれでね、炎上になっててね、ここまでその擁護する人がいない炎上も珍しいみたいな感じでこう言われてるけど、うん、どういうつもりでね、ああいう、まあ、パフォーマンスだったもんな、もう日本中から叩かれることになったけどね。良くないですよ ね、うん、まあ、それがね普通に選手がね体勢を得て、ね、こう挑発するその演出のためにやるんだったらまだ100歩譲って分かるけどみたいな、まあ、元光さんもそういう風に言ってたっていうか、でもやっぱね全然関係ない人がねああいう風に何もねすごい良くないですね。あれね、でなんかヒカルさんのチャンネルでなんかあの人出てたね、うん、今日の動画、今日アップした動画、まあYouTuber ヒカルさんさすがそのね、そのなんかこう行動が早いっていうかね、なんか、まあ、あの動画自体は見たけど、なんかあの動画自体あれなのかな、その炎上前に撮影したやつなのかな、なんかそんな雰囲気が漂ってるけど分かんないけど、であの動画見た感じだとそのごぼうの塔の投手のその花束バーンってやった人は、まあ、別にその頭がおかしい異常者っていう感じではないですよね。だからまあそのパフォーマンス的な意味があってこうやったことなのかもしれないけど、別にそのすげえおかしい人っていう印象はなくて、でも今回やったことはね
今回やったことはやばいですよね。やばすぎますよね。本当に、まあ、その早くちゃんと正式に謝罪動画とかでも出した方がいいと思うけどね。うん。という感じでね。今月はね、まあちょっと動画はちょっと精力的にアップさせてもらったけど、まあでもやっぱりこうちょっとね、少しゆっくりさせてもらったな、9月はね。うん、まあね、なんか再生回数もね、だいぶ下がってきちゃってるけどね、まああんまり気にしないで、カツ丼さんのやりたいようにやってくださいっていうコメント、ご意見も多かったですし、うん、まあ、うん、嬉しいなと思いますし、まあ、その、どっちかというと俺はビジネスマンというよりは表現者。セルフエクスプレッショナーで、俺の目的は利益、俺の目的は数字というよりはやっぱ伝えること、俺のなんかこううちに抱えてる世界をみんなに伝えることがやっぱり俺の目的、第一目的なのかなと思った時に、いろいろね、まあいろいろその、ね、場面場面でいろんな判断はあると思うけど、その軸っていうのはぶれないでやっていきたいなと思いますね。うん、っていう感じで、まあ、正座になるままに話しましたけども、ありがとうございました。今日はねこんな感じで、まあ深夜動画ね、ちょっといろいろラジオみたいな感じでやってほしいっていうね、ご意見もあったし、いろいろねなんか模索していきたいですね、皆さんの意見を取り入れてっていう感じで、まあね、俺のこのねこう長い話に付き合っていただいてありがとうございます。では皆さん、いい夢見てください。おやすみなさい。カツ丼でした。